こんにちは、写真家の立花龍馬です。今日は自撮りで可愛く撮る方法、自撮りで写真写りを良くする方法をお伝えしたいと思います。自撮りで写真写りを良くする方法は4つです。まず1つ目が光、2つ目が角度で、3つ目が表情、4つ目がタイマーを使うです。じゃあ初めの1番の光から説明します。写真は光で、肌の質感は光が決めます。なのでまずはカメラを構えたら、ぐるっとモニターを見ながら、画面を見ながら見て、一番綺麗に映ってるところ、肌が一番綺麗なところを探します。そこが一番いい光なので。で、二つ目が角度、角度は斜め45度上が一番可愛く見えるので、手は斜め45度。で、三つ目が表情、これは前の動画でも言ってる通り、人の感情が表情に現れるので、例えば好きなものを考えたり、好きな音楽をイメージしたり、そうすることで表情は良くなります。なのでいい光のところで、斜め45度上で、で、例えば好きなアイスクリームを想像したり、で、アイスクリーム美味しいって思って想像すると、この顔になって、そのまま振り向くとここで映るってことです。で、4つ目がシャッターを自分で押さない。なぜかっていうと、人は何かをするときに真剣な表情になっちゃうので、せっかくここで自然な笑顔になって振り向いて押すときに真顔になっちゃうので、なので5秒タイマーぐらいがちょうどいいです。タイマーにして感情をちゃんと出して、そのまま振り向いてカチャ、これで自撮りの写真写りは格段に良くなります。なのでもう練習をたくさんする、練習をしないで上手くなることはないので、たくさん練習して、あ、こういう風な感情になったらこういう風に映るなっていうのをやってみてください。楽しんでやってください。応援してます。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。少しでも気づきがあったら、グッドボタン、チャンネル登録をしていただけたら嬉しいです。あとコメント欄にコメントをいただいたら、それをもとに動画を作っていったりするので、どんどんコメントください。これからもたくさん動画を作っていきたいと思うので、ぜひご覧ください。ありがとうございました。バイバーイ。イエイイエイ。